強いな今の。カーリアのアイテム1個あたり30ゴールド。なんか次ボスじゃないの？これ2回目だよね。どうしようかな。お金うんぬんじゃないよね、もう今。攻撃速度、移動速度アップでしょ。で物理攻撃、でかいけど今魔法だしな。ゴーレム界でも出るのね。ゴーレム出る。普通このね、ここにね、ほらあれがあるのよ。なんだろう、カカシ攻撃練習、多分そのために出るようになってるんだと思う。多分攻撃を練習するためのところ。カーリアンのやつ、これ買っとくか。お金増えるしね、多分ね。お、何これ。攻撃を受けると HP を1回復します。うん、いいか。もうボスですよ、そろそろ。あと何回ぐらいだろう。あ、中ボスか。あかねだよさん、うん、ショップ更新したら別のアイテム出るんじゃないの。そうそう、150ゴールド必要なのだけど。俺も遠距離対決よ。はい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 、遠距離対決。はいはい、今でもこいつの攻撃早い。やばいやばい、クラ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 、危ない危ない、食らった。あ、危ない危ない、よし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 。あいつまっすぐだからな、これ。はい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 、お前うちのゴーレムさん舐めんじゃねえぞ。あー、ダメだ、ジャンプ中だった。なんか来るなんか来るなんか来る、離れよ、いった。あー、危ない危ない危ない、オッケーオッケーオッケー。はいはいはい、嘘でしょ、この狭い場所で避けろってこと。終わり終わりだよね。よしよし、オッケー。よし、あいつの攻撃、よし、オッケーオッケー。引きが甘いね、もっと引かないと。お前は弓道がしたいのか弓術がしたいのか決めろ、自分の道を。本当にそれじゃ弓道だぞお前。うん、よし、オッケー、よし、オッケー、行こうよ。よし、オッケー、よし、よし、オッケー。はいはい、こうやった、マジで。オッケーオッケー、よし、よし、よし、オッケーオッケー、オッケーオッケー。やばいやばい、あぶない、ゴーレムだった。よし、オッケー、しー、うまい、いい感じで強かったな、悪くなかった。これ何？レジェンダリーだって。レジェンダリーがある。魂放出。脊髄を収集するとアークデーモンが黄泉の扉を開け、魔法ダメージを与えると。アークデーモンから遠く離れている敵はより高いダメージを受けます。あいえ。拾った。来た。脊髄。RB、行きます。ドン。やばくねえか、やばくねえか、やばくねえか、これこれやばそうな感じがバリバリするんだけど。クールタイムめちゃめちゃ高いんだけど、 RB やってもクールタイム変わんないもんね。変わんないで、よし、クールタイムはめちゃめちゃ高いで。あのボス倒せそうな気しない。え、何何今の555って。おいか、ここ脊髄どうせ話すだけ無駄でしょこいつ。30個ぐらい、30個もねえもん。ここにさ貯金みたいのできないの。はい、なこの今持ってる骨5個をさあいつにあげるとかさ、できないのかね。ダメなの、待って、ダッシュしちゃった、間違って。え、 LT、 え、こいつなんか薬品投げるっていう技があったの、今まで気づいてなかったわ。強っ、強っ、あったよ、強っ、あった。やばい、あいつの攻撃早いよな。よしよし、かわいそうなんだけど、1対1だと無類の強さを示すんだけど、こいつ。これさ確かここだよね、ここでタックルをおびき寄せて、あれ、あ、ダメだ、ギリ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 、ちょっと、はい、アークさん入ります、アークさん入ります。あっしゃ、アークさんお疲れ様です。いいね、いいわ。やばいでしょ、よしよし、
あ、やばい、危ない危ない。魔法使い同士仲良くしようや。よし。メムさんさん、アークさんチーズ、アークさんチーズ、チーズ、いつもドルシャス。いいねこれ。もうそろそろショップでしょ。ショップで HP 回復して、ちょっとうちのゴーレムさんちょっと見てもらっていいですか。待って、ギリギリ、あーダメだった、我慢できなかった。あー、もうちょいだったのに。あー、どうしよう。これアークさん呼ぶしかないかな。うちの先輩呼ぶしかないから、ほんとに。だって攻撃当たんねえもんね。出てけって言ってるもん。マークさん呼ぶしかねえわ、これ。あ、こっからも攻撃できんな、割と。割と攻撃できんな、こっからも。ここ無理よ。集団戦が無理なんだもん。このスカール自体が。アカネダヨさん、うん、アークさんの良かるなだね。ね。アークさんの岩買っていくよ。だけど、アークさんもうちょっと。やっぱアークさん呼んでいいですかね。あ、ちょ、間違った、ボタン間違えた、ダメージ食らった。ちょっと待って、こっちだったわ。アークさんお願いします。いつものやつお願いします。あー、ありがとうございます。アークさん、アークさん、ほんとすいません、ほんとすいません。アークさん、アークさん、ほんとすいません。え、食らった。ジャンプ力の調整が難しい、このゲーム。いやー、余計ダメージ食らったわ。せっかくあんな状態だったのに。ちょっと宿屋行きて、風呂入りて、あった、やだや。よし、回復した。よし、お金たくさんあるわ。 HP が25増加、魔法攻撃力 30% アップ、 25% クリティカル、バランスタイプのスカルに多数の魔法内を発射して、スカルに、あ、交換時か。うん、アカネダヨさん、クリティカルでかそう、うん、ね、これでしょ。だけどさ、見てこれ、基本攻撃時に手裏剣投げんだよ。これ欲しい。待って、手裏剣、あ、何も買えなくなったわ。またアラジンさんいる。アラジンさんはいらないよ、もう。基本攻撃時に手裏剣、お、ほらほら、手裏剣高、ほらほら、あ、手裏剣やばない。この手裏剣にも多分特殊能力乗るのかな。物理ダメージか。いいわこれ。ますます遠距離、遠距離が強くなったわ。よし、はい、みんな、みんなの大好きな魔法使いだよ。いた、食らっちゃった。よし、オッケーオッケー、メリーさん、オッケーオッケー、チートを手に入れた、チートを手に入れたよ。よし、しばしば。え、なんか今来た。あ、あー、氷の魔法使い苦手なんだよね、俺。やばい、なに、あ、敵かと思った、違った、敵かと思った、違ったわ。よし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 、これ撃ってればいい、ボタン押してればいいからな。そんなことなかったわ。初見さん、うん、ナナミー、あ、カグラこんばんは。あ、アイアンマンさんもこんばんは。うえ、まったりよ。もうテラリアみたいなもんだね。テラリアほどそんなにあれじゃないけど。よしよし、いった。さあどうしよう、宝物行くか。宝物が一番無難だよね。なんかね、ローグライクでなんとかファーマーって言ってた。ありがとうございます。紫の丸いの回復なんだ。そう、時々出てくる。待て待て、魔法ってくる、あいつ。あれ、無限に届くの、射的より無限か。やばいやばい、あいつ攻撃やめないんだ。危ない、バリア獲得。この魔法攻撃自体がさ、キャンセルモーションないのかな。あ、待て、オッケーオッケー、ナイスナイス。ういういゴーレム、かわいそう。よし、あー、また氷魔法の人ほんと苦手。あ、あ、こんな近くで来た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 。はい、ゴーレムさん、オッケー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 。もうボス戦だよね、もうそろそろ次ボス戦だよね。ボス戦よ、マジで。何が来る、何これ。あー、精霊か。精霊な、半端に足んねえんだよな。
どうしよう、入るよね。入るしかないもんね。うん、精霊かわいい。ちっちゃいでしょ。なんかね、合体してね、大きくなったりするし。ほら、HP 回復これ。ほら、10回復。まあ、地味だけどね。うっそでしょ。いった。何あれ。あれ、多分、回復するやつだよね。オッケー。ゴーレムさん、ナイス。みなみちゃん、ウェイ。うん。合体すんだよ。なんか、光の精霊となんか、ほら。あのモダイ苦しむやつら見てよ。本当にもうめっちゃ気持ちいいわ。あのモダイ苦しむやつら、もう気持ちよくて仕方ない。気持ちよくて仕方ない。うん、オッケー、よし。みなみさん、オッケー、わらわら。ああ、メヌさん、モダイ苦しむやつを見るのって楽しいよね。楽しいよね。メヌさんは俺を見て楽しんでるかもしれないけど。メヌさんさん、うん、昨日の長見さん最高に良かったよ。やっぱりな。ほら、絶対メヌさんそうなの。もうボスよ。何度もやられた。もうこのボス倒したらもうこのゲームクリアでいいと思う。よくわかってらっしゃる。このゲームクリアでいいよね。このボス倒したらもう速攻で使うよ。メヌさん、レトロで平和ですね。ね、これね、レトロでね。あ、だけど結構最新。はい、うちの先輩です、チーズ。うちの先輩です、チーズ。うおおおお、うちの先輩、パイセン、パイセン化け物なんだけど、うちの先輩、うち。うちの先輩、ちょっと待って待って、怒る気持ちも分かる。ちょっと待って、ちょっと待って、悪気はないよ。痛い、全然。え、なんでこれ地面にいると死んじゃうんだけど、地面にいると死んじゃうんだけど。これ地面にいると死んじゃうんだけど。何、いっ、待って、うちの先輩待ち、俺先輩待ち。あ、ダメだ、うちの先輩待てばよかったわ。あなたの顔に狙いを決めて、変な長身。ありがとうございます。あかねだよさん、先輩に頼りすぎたやつのワツロ。そんなもんよな。体力があればさ、すべて解決すると思うんだよね。体力、これ何、クールタイム減らすやつか。ちょっと体力か。みなみさん、体力かわいい、うん、かわいいでしょこれ。みんなかわいいって言ってるよ。まあ、楽しいかどうかは別としてかわいいよね。なんかほどほどに楽しいけどね。ね、あの魔女、もう谷間が全てじゃないから、まあ、谷間はいいけど、ありだと思うけど。こっち行くか。うん、よし。みなみさん、うん、楽しいかは別わらわら。危ない危ない、ダメージからとかさ。はい、ドン。オッケー、当たってない。やばい、くる。よし、オッケー。よし。なんかね、このゲームね、配信向きかというとね、配信向きではないと思う、正直ね。まあでもいいと思うよ。こっち来い、もうちょっとこっち来い、みんな。オッケー、ぶっ飛ばした。やばい、危ない、もうこいつらうぜえ、マジで。頭飛ばそう。よし、あー、食らった。せっかくダメージ食らいたくなかったのに。あいつ食らってんじゃん、味方。オッケー、潰せた。オッケー、うるさいやつマジ潰せた。え、あっち回復アイテムある。あった。よっ。まあ、こいつだけだったらさ、別にそんな強くないんだよね。お、ほら、もう慣れたもんよ。ほら、もう全然戦えるけどさ。みなみさん、うん、ホラーマンみたい。ホラーマン、あ、なんだっけ、トファイノか。いたよね、そういう。あれ違うかな。お、鎧ダッシュ5レーテル出すと。あかねだよさん、あそばそまそ。アンパンマン、お、来た。ほら、
0.4 秒以内にダッシュすると、何これ、あ、これ強そう、これちょっと面白そう、やってみよう。いや待て、まだやるタイミング、 OKOK、 俺が結構ダメージ食らったような気がするけど、ダメかな、大丈夫か、大丈夫か、気のせいか、危ねえ、またあいついる、邪魔なんだけど、あいつ、あの日マジこいつ、こいつのせいでさ、マジでダメージ食らう、余計な、はい今 OKOKOK、 どうよこれ、よし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 、 OK、 お、お、強い強い強い、ちょっとここでやるか、 OK、 主人公の通常攻撃みたいな感じか、お、カーリアン魔法攻撃力 30% 増加、うーん、魔法攻撃力 30% 増加ね、あー、またこの植物族、こいつらマジうざいんだよな、よしよし、そろそろね、あれドッカンじゃないの、あぶね、よっと、はいはい、オッケーオッケー、こうやってね地道なことをやっていく、もう人生と一緒よ、積み重ねよ、本当に、ほらもう攻撃できないから、こいつら自分のリーチが理解できてないから、本当に、よしオッケー、オッケー、あ、またこいつやばい、あいつスーパーアーマーついてんだよ、で、あの地面にさトゲを出すやつ、こいつな、マジでいい加減にしてほしい、よし、まだいる、まだどっかにいる、地面にトゲ出すやつ、今出たよな、地面にトゲ、なんか俺見逃した、疲れてる、お、 HP 回復、ナイス、あれまだどっかいる、え、あ、出てきた、あ、生きてる、生きてんかい、え、隠し通路、壁に埋まった、隠し通路だよ、え、こんな機能あったのこいつ、マジか、やっぱ遠距離攻撃がいいな、あとあの先輩、先輩帰ってこないかな、先輩の名前忘れちゃったけど、はい、タックル来い、タックル来い、ナイスナイス、オッケーオッケー、落ちろ、ありがとうございます、せちがらいの、よしよし、 OK、 よし OKOK、 もうちょっと、もうちょっとギリギリすぎて、逆に逆に狙いづらい、危ない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 、逆にやばい、危ない危ない危ない、よしよし、タクタク、ナイス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 、 OKOK、 外して、バカな仲間持つと辛いの、本当にもう心が痛むわ、同情するわ、本当にナイス、ありがとうございます、ありがとうございます、本当に同情するわ、かわいそうにど、お、ショップついたわ、アイテム買うか、あ、なんかあるよこれ、これ見たことないじゃない、ミノタウルス拾っちゃうか、来た、無敵のパワー、ミノタウルス来たよ、来ちゃう、これ何、石猿、石猿ってなんだろう、うん、戦場の方向7秒間敵に当たる物理ダメージ、受けるダメージが2倍になります、うーん、まあいいや、とりあえず物理攻撃特化に行こうかな、15秒ごとに次の攻撃は気絶効果を与えます、強いのかな、ハンマー、あ、なんだっけ、アーリアだっけ、アーカリ、カーリアン、カーリアンのやつ集めると攻撃力上がるやつ、カーリアンのやつあと1個ないかな、家宝、魔法本学、これ属性もね、このアイテムは任意の冥国ん王子の家宝、うん、え、魔法、魔工学ってすごいよ、魔工学部品がドロップされる、魔工学部品集めると何かあるの、魔工学ってないでしょ、これにはエンティティもにっこり、にっこり、オーバーウォッチ2はねやる予定ないね、秋高さん真の学習ね、魔工学、
そう、オーバーウォッチ2なんかやる予定ないんだけど、あんまエペと同じでしょジャンルが。一旦これも取るか、魔光学。これで属性は めまいみたいな。どれだ、あった、これ。詳細、スキルを使用すると衝撃を発生させ、周囲の敵に気絶効果を与える。あ、強いじゃん。あんまりないんですよね。ね、ラベビタさん、やった方がいいの、オーバーウォッチ2。よくわかんないんだよね、こいつ強いからね。あ、遠距離タイプか、遠距離タイプか。エペとは全部違うと思います。いくつではあるけど。いったいった、エペジャンル違うの。あ、食らった食らった、バカバカバカ。あ、これ調子乗ってる。いった、やっぱこいつ強いんだよ。この近距離にさ、赤目だよさん、匂いって言われてるよ。匂い、あ、気絶した、やばいやばいやばい、臭いって言われてんの相手に。やば、待て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 、今当たらない。はい、こうやってやっぱスカルにチェンジした方がいいかな。チェンジができない、スカルに。なんで、ちょっと待て、ちょっと待て待て待て、お、あ、当たんね。お、あ、これさ、地下ですか、これも地下みたいなもんよ。お、気絶、ナイスナイスナイス、気絶一瞬だね。こっちへ来いって。何これ、リンゴ、あのリンゴ食えってこと。リンゴ食うとどうなんの、俺しびれるの。リンゴ食ってみよう。ゴークラは、ゴークだったんだけど、こんなこんなしょっぱい罠あいつかけんの。いった、待て待て待て、よしよし、気絶。あ、こいつ放つ攻撃は食らわないんだ、ダメージだから通りで強いと思った。あー、わかったわかった、あいつの戦い方わかった。近づけばいいんだ、マジか。あいつ突き放す攻撃、俺ダメージ食らってると思ってた。待って、 HP 増やしたい俺。これ何、スケルトンやり、マジでもう本当に。なるほどね、オーバーウォッチには好きですか。オーバーウォッチ2はね、あんまりラベビタさんあんまり好きじゃないかも、わかんない。俺ね、好きか嫌いかって言われてもね、好きかどうかもわかんないんだよね。あれ、オーバーウォッチ2ね、ブヒーブヒー。俺野呂さん挨拶したよね、挨拶したよね。やっぱあのベルボーイみたいな、あれ入れたいな、あれ入れる時間がないんだよね。お、 HP10 回復、したよね、間違いなくしたよね。やば、危ない。ま、こいつらマジでマジで危ない。なんか待て、ちょ待て待て、危ない危ない危ない。ずっとロムって鬼、ずっとロムット。あ、オーバーウォッチ2やってんだ。楽しい、オーバーウォッチ2。まあやってるから楽しいんだよね。あかねだよさん、うめえ、わらわら、うまかったでしょ、ありがとうありがとう、すぐにすぐ自慢するお、よし、オッケー。モロさん、カジュアル楽しい。ラベビタピヨピヨさん、カジュアル楽しい。あなたは最高です。ラベビタピヨピヨさん、Thank you ラベビタさん。どうしたの？モロさん、Thank you。ランクは闇。あ、ランクは闇なんだ。ランク上げるといいことあんの？わかんない。アカネダヨさん、うん、ダッシュにダメージ判定あるらしいぞ。ダッシュにダメージ判定あるの？これ？あったの？あったの？ないよ。モロさん、うん、金武器とかもらえるだけ。へえ。金武器もらえるだけ。あ、待て待て待て。アカネダヨさん、最初に拾ったやつの効果。あ、あ、そういうこと？最初に拾ったやつ。あー、あいつか、スピアか、ドン。えー、ナイス。おい、俺の頭どうよ、もう一回いくか。よし、オッケー。こいつやっぱ、あ、久々、捕まってるやつ見るの久々。あ、れ、これ前も捕まってなかった、
よしよしよし、行こう。お、浮気。なんかラベビータさんがとうとう3年目の浮気を入れ始めた。捕まってない、一度も捕まってない。じゃあそれではよろしくお願いいたします。3年目の浮気、お相手は風花さんでございます。そちらのリンク先をご参照ください。バカ言ってんじゃないよ。やっぱ風花声いいよね。やばいよね。あの人声で声売れるんじゃない？なんかそんな気するけどね、風花。声でなんか商売していいんじゃない？うん。よしよしオッケー。オッケーオッケー。オッケー。よしよし。うん。オッケー。これはナッシュシュドルと気絶して爆発してダメージだ。物理攻撃 20% アップ、またアップさせる。中毒効果、クールダウン。魔法攻撃、魔法攻撃もういらないよね。ここまで来ると一旦物理で特化でいくか。ナッシュすると気絶。え、これ何？あ、これコソ泥か。マジゴミみたいなコソ泥嫌がってよ。これ何？スライムバブル。あー、攻撃されてもダメージ受けない。これ買っとく。ボスの攻撃回避用で買っとく。いらないかな。何これ、1800ってあるけど。ユニーク、やっぱパイセンがいないと俺ボスに勝てる気せんな。パイセン来てほしいな。あとは弓兵みたいな遠距離攻撃のやついないかな。あ、これまた、これも通常攻撃で与えるんだ。よしよし。あ、来た来た来た。なんかいろいろ得点ついてるよ今。詳細見る。こっちか。毒殺、うん、家宝、家宝が2になった。私はあなたがどのように歌うかを聞くのが大好きです、うん、あ、ありがとうございますラベビタさん。ラベビタさん Thank you。 これ家宝がついたよ。うわ、中毒。これもう近接の鬼じゃん。あ、じゃあこれ攻撃か、通常攻撃か。アミーゴ、皆さん本当によろしくお願いいたします。青春アミーゴ、アイちゃんとのコラボでございます。よろしくお願いいたします。アイちゃんは津軽弁の配信者の方でございます。鳴り響いた携帯電話、嫌な予感が胸をよぎる。冷静になれよミヤミーゴ。いた、助けてくれ。例のやつらに追われているんだ。追われてるんだ。もう誰かもしれない。ミヤミーゴ、二人を咲くように電話が切れた。 See, 俺たちはいつでも二人で一つだった。地元じゃなけ知らず、そうだろう。 See, 俺たちは昔から
この街に憧れて信じて生きてきた。なぜだろう、思い出した景色は旅立つ日の綺麗な空。ありがとうございます。よしよし。これさ、こいつさ、なんかこんな弱かったっけ？あ、食らった。あぶね。もう弱いって言った瞬間よ。よし。こいつはさ、戦い慣れてきたよ。おい、もう頭投げてりゃいいんでしょ？氷結するしさ。食う、危ないって。なんだよ、食う、危ない。切りつけんの？またエネルギーボール。ちょっと離れたらすぐエネルギーボールに暴い出す。全然攻撃当たらんのに。はい、今、はい、はい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 、お釣りだ、取っとけ。このよし、オッケーオッケー。はい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 、よしよし、オッケー。よし、頭取って、はい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 、当たらん、はい、頭、はい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 、オッケー、感じで、オッケーオッケー、よしよしよし。大魔導士、ユニーク大魔導士、前でレジェンドだったけど大魔導士来た。アビスメテオ、アビスオーブ、これ取っていいか。大魔導士、大魔導士、ユニーク、コボルト、ノーマル、赤目玉さん、物理じゃないの。ね、確かにね、コボルト、コボルトだけど大魔導士使いたい。いや、取るわ、取ったわ。セラミポジさん、我が名は漆黒黒田天使、ホティンポス、ホティンポス。あ、これが通常攻撃ね。だけどこれ魔法ダメージでしょ。マナの流れを感じる肉体は不要だ。魔導軍団長だって。アビスフィールド、結界内の敵に持続ダメージで結界の外に弾き飛ばす。アビスオーブ、前方に向かってゆっくりと進む球体をして魔法ダメージを与える。精神集中の持続チャレンジで球体の大きさとダメージが、精神集中が完了すると球体は消える。一旦試すか。 LT、 これが精神集中ね。集中してウソやろ。やばい、これはやばいぞ。これアビスなんだろう、バリア、えぐ、なんだよ、物理構成にしたばっかなのに。いけんのかこれ。100個ぐらい、こいつ100個ぐらい ないとパワーアップできないんだ。こいつは、うん、こいつはどのぐらいでパープできる。ああ、やっぱりこれの、この頭はいらないのか、主人公。なんかね、いらない頭蓋骨とか、こいつね、変身できるやつあったじゃん、あれを解体とかしてね、頭蓋骨取れるので、多分ね、パープできるんだよ。こいつ、こいつは100個あったらパープできるんだよ。もう100個が必要な時点でもう相当強いと思うけどね。何今のパリンって。あ、いた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 、あぶね、いった、クラッチいった、間違った、ごめん。よし、はい、あー、ちょっと弱点あるねこれ。裏側行くか、あいつの、うん、いた、クラッチいった、いた、あ、連打か、連打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 、オッケーオッケー、やばいやばい、間違い、危ない危ない、待って、ここダメージ食らうから、オッケーオッケー。うーわ、えぐ、お前、危ない。これさ、溜めながら移動できんのかな。溜めながら移動はさすがに無理かな。あ、移動できる、あ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 、強くねえか。
移動はだいぶ遅かったけど強くねえか。アカネダヨさん気づいてしまったか。あーこれは弱いね。あーこれよりメテオだな。試すならメテオだな。あだけどこの時にはメテオ役に立つのか。メテオじゃない今のやつは。はい溜まります。クッソミスったんだけど、クッソミスったんだけど、よしよし、うん、今はい、いいんじゃないこれ。あいいねいいねいいね、あいい感じ、かわいいかわいい、いい感じいい感じ、痛いね。オッケー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 。あこいつ甘いんだよこいつ。うっちこいつ通常攻撃ちょっと弱いね。よしオッケー、もうボスだよね多分。よしよし、これボス戦えるかな。ちょっとこっちショップでしょ、ショップで一旦体力回復して 600? まあいいか、一旦体力回復して、うん HP25 増加、小の状態、魔法攻撃力上がるやつ悩むな。だけど物理で言ってたしな今。あれ俺物理だよね、物理だもんな今さら。魔法もな、お金稼ぐのもな。 HP25% 上がるやつにしようかな。これ何もないでしょ。やけども熱いな。やけども熱いんだ。これなんか 20% よ。敵に基本攻撃時 2% の確率。うーん。氷結だよね、今。中毒も与えるんだっけ。あー、中毒も与えるのか。なあ、微妙だな。2% なのよね。ちょっと待って、生き残る方向で俺25、25もあんま変わんないしな。だけど今魔法特化でいくからな、一旦攻撃力上がる、上げるかどうしよう。敵がいる方、ここ敵がいる方だよね。宝物あるところ行くか。よしよし、見てよこれ、化け物じゃない本当に。やっぱ遠距離攻撃って結構正義よな。その分近距離攻撃はさ、めちゃめちゃ威力あるとかにしてほしいけど、まあそういう風にバランスは取ってるか。さすがにもうこいつの攻撃パターン慣れてきたからな。だんだん茜田予算、うん、強すぎわらわら、やばいよね。安全にさノーダメでいけるからね。あ食らってる食らってる、あ食らってる、あ微妙に食らった、もったいね。まあいいや、やばい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 、間違った。あ移動できる、ダッシュもできる。メテオ、あ待て待て、食らった食らった、だいぶ食らった。あしゃあしゃあメテオ強すぎんか。待て、攻撃速度移動速度がアップ、あいいねいいね。メテオ強すぎんか。300はやばないか。そうメテオやばいよね。ここでさ溜めまくったらここ透き通るんじゃない、壁で消えんのかな。あじゃ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 あ。もう魔法使い、こいつ見たの。このゲーム始まったな。このゲーム始まったね。あやばいやばい、魔法使い、あやばいやばい、もうこれ魔法使うしかないわ。俺の特別な魔法使うしかないわ。いけるかいけるか、地球のみんな力を貸してくれ。これバカなんじゃないのこのゲーム、大丈夫か。うん、あ王子260ゴールド、人質も死んでしまうわ。260ゴールド渡したよ。何これ、カーリアのなんか暗殺用クリティカルが10、スピードタイプのスカルに、まあまあよく分からんけど一応もらっとくわ。悪いことすんじゃねえぞ。よし、もうそろそろボスだと思うんだけどな。
1の3って書いてるわ。ボスだよね。これ戦えるかな。俺ボスの攻撃がさマジで避けづらいんだけど、あのこうやって拳をバーンってやるやつ、うん、あれ無理なんだよね。まあ、だけどいきなりメテオ貯めるけどね。そう、まあ、メテオできるだけ貯めさせてもらいますけど。なんで来る攻撃。あーこれか、あぶね。ピキンパーン、えいっ、あー大丈夫大丈夫、食らってない。え、与えたダメージ、与えてる、めちゃめちゃ出てる。そう、俺こいつのこれが苦手なの。あーずらされたった攻撃。あぶね、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 大丈夫大丈夫、メテオ耐性入るけど大丈夫。今今出し出し出し、オッケーオッケー、パリーンドーン、あぶね、あぶね、あぶね、よけろよけろよけろ、よしよしよし、痛い痛い今、あ間違って撃っちゃった。あだけど全然与えてる、すっごい与えてる、信じられないぐらい与えてる。待って待って、今メテオ、メテオ準備してるから、夕飯の準備できてるから、ちょっと待って、危ない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 、夕飯どう、俺の夕飯どう、痛い痛い痛い、クラ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 、めっちゃクラ、オッケーオッケーオッケー、大丈夫大丈夫、落ち着いてこ落ち着いてこ落ち着いてこ、こんな強い勝負になれることめったにないから、もう斜めが危険、斜め、ちょっと待って、出してよけろ、出してよけろ、またやるな、危ない危ない危ない、夕飯です夕飯です、よしよしよし、減らしてる減らしてる減らしてる、待て待て、来てる来てる来てる、バカみたいのが来てる、待って、あ食らった、魔法撃った、ダメだ、あんな強かったのに、くそくそ、配線がいれば、配線さえいればさ、そんなことならなかったのにさ。これ何、ミイラ新しいの見た。このスカラは罠にダメージを受けません、移動速度が 10%、 ミイラボール、口からミイラボール、爆発して魔法ダメージ、惜しかったよね。あミイラ可愛くない、このミイラ、ペロ、あ可愛い可愛い、ペロペロ、嘘、遠距離、遠距離物理、遠距離物理、遠距離物理、ペロペロ、遠距離物理だと罠にダメージ受ける、熱いねマジで、よしよし、うん、ね、変身して、何これ、何、あこれが交換した時、この間は罠を食らわないってことか、はい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 、かわいい、ペロ、いいねいいね、ペロ、あっち、おこいつ弱いかもしれんぞ、俺のボタンがちぎれるんだけど、連射機能が欲しいんだが、ペロペロペロ待て待て、ペロ待て、危ない、よしよし、オッケーオッケー、おいこんな連打しなきゃいけないの、ペロ、よし、どうせ毒斬りでしょ、オッケーオッケー、あ、届かないのか、ペロ、あまあ戦闘は安定するよな、よし、オッケー、あー下めっちゃいるな、これあんまり他人数と戦うのには向いてないね、この、うん、茜だよさん、ペロ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 、え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 、ペロペロ、ね、あーダメダメダメ、やっぱり無理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 、絶対無理絶対無理、こいつら今火力上がってんでしょ、ペロ、うん、やばい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 、あのさ真ん中のさ紋章壊したいんだけどさ、空爆がなんか難しいんだよね多分、ペロ、当たったわ当たったわ、当たるわ当たるわ、頑張るわ、ペロ、よし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 、こ
今度はこっちが攻撃力上がった。よし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 、ペロ割と範囲攻撃だな。 3?3 だと。もうちょっとこっちペロ。よしよし、え、めちゃめちゃ無限に湧いてくるこいつら。何こいつら、あ、ダメだこれ。おとなしく、おとなしくさ、スカルに変身して、スカルでいればさ何人いても問題ないのよ。これが近接の有利よ。ほら何人いても関係ないの。こうやって今食らったけどさ、もう関係ないのよ。ほらほらほら、これがね近接の強みね。多分そうだろうね。お、銃隠した、うん、ナイスナイスナイス、 Thank you。 よしよし、 OKOK、 OK OK、はい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 、よし OK。 サタンさん、何人乗っても大丈夫パピコこんばんはよし、どこ行こう。これさ、知ってる人いたら教えてほしいんだけどさ、緑と宝箱って何が違うの。これちょっとレモンドを取ってくるわ俺これ短いゲームだったらさ、クリアまでずっとやろうと思ってたんだけどさ、あのボス倒したら終わりでもいいような気がするちょっとレモンドを取ってこう。レモンドをね、またアマゾンから届いたんだよね、うん、やっぱそんな感じするよね。一旦左の方行こうかな。あれ動かないどうしようかな。左行っていいアイテム取った方がいいのかな。左行ってみるか。ほらやっぱね、だけどうちにはゾンビさんがいるんで よしよし。サタンさん、私のコメント内容総数で笑った。お休み、うん、だって経験値って書いてるじゃん。敵がいっぱい出るからさ、全然俺スルーなんてしないよ。まさかそんな。あー食らった、ペロ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 。よし OK。よしよし、あれ、よしよし、オッケー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 。でどこだ、あーな、やっぱ敵多いのかなここ。あーめっちゃ暗い、めっちゃ暗い、危ない。でペロ、ありがとうございます、ペロ。オッケー、よし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 、あ来た来た来た。やっぱ強いよな。あ、危ない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 、調子乗りすぎた。あいつな、あいつうざいよな。よしよし、オッケー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 。 HP10 回復するの2つもあるよ。結構強くない、いい感じだわ。来た、あ緑さ、サタンさん、うん、頑張れ、うん、あサタンさん、モンスター、ふざけんなよお前。カレヨン新兵って前もいたよね。あいつ強くなかったよね。破壊するか。これだ。なんか能力が取れるんだ。骸骨だ。骸骨の仲間が取れるんだよ。骸骨の。新キャラみたいの。で、赤が普通のステージだ。で、3つの中からなんかアイテム選ぶとか。うん。多分そうだよ。赤目が予算、なるへそ。ほら、骸骨マーク出てるしさ。で今強いモンスターいなくてさ、これでボス戦うの厳しいからさ、探しに行くんだよ多分そうだよ。なんか敵多いイメージあるけどね。よしよし、多分それだ。このバコーンって音何、バコーンって音何。嘘やろ、出しすぎだろ、この狭い場所に出しすぎだろ。待って、今思ったら変身すればいいや。変身すればいいのに、なんで変身してなかったんだろう。よし、オッケー。交代よ、交代。やっぱ物理よな、こういう時は。殴ってなんぼよ。わかんないやつは殴らせればいいのよ、これ。殴って体に染み込ませればいいのよ、この恐怖を。よし、オッケー。さあ、どうしよう。どうせ最初に毒斬り吐くでしょ、スーパーアーマー付きの。よし。で、ここら辺は削っといて。よしよし。ペロ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 、ネムさん、トブの素質を持ってらっしゃるなんだよなんだよ、やめろその表現。こうかな、オッケーオッケー。あそこに後ろに押し出し、あー押し出したかったな。あいつに人生を後悔させたかったわ。
よし、OKOK。よしよし、向こう側にいる？いないね。OKOK。これさ、罠のダメージ食らわないんだよね。行ってみるか。あ、食らわない。で、いいの来い。攻撃速度 20% アップ、 20% アップでかいよな。クリティカル 8%、 所持精霊1つ1体あたり、精霊1体あたり魔法攻撃力が 45% 上昇する。これ強くない？精霊が出るか分からんけど。あ、壊しとけばよかったかな。お、壊さなかった、壊してない。攻撃速度 20% アップ。来た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 、強いぞこれ。あとは精霊さえ取ればいい。精霊さえ取れば、で、魔法系のやつ、精霊俺最大2体持ったことあるから、もうそこに期待しよう。あ、これ有利よ、有利よ、有利なんじゃない俺。茜田予算、精霊どこですか？精霊取ればいいんよ、精霊頑張って取ればいいのよ。ペロッペロッペロッ。あ、ダメだ、全然有利じゃねえわ。あ、もう勝てねえなこれ。あー、やばいやばいやばい、どうしようかな、どうやって戦うこいつ。あぶね、いったい、叫んなよお前よ。いった、あぶね、しょ、全然食らうんだけど意味が分かんない。待って、よしよし、ペロ、当たった、当たったね。あれで、ジャンプでしょ、で、シュバーで、ペロペロ、オッケーオッケーオッケー、ペロ2回。また臆病もんだな、そんな攻撃。よしよし、では、よし、はい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 、よしよしよし、はい、あぶね、忘れてた、ちょっと待って待って待って、ペロしたい、あ、ペロペロペロ、あ、待って、今、ちょ、あぶね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 、はい、ペロペロ、はい、ペロ、あー、ペロ、あー、強いんよ、強いんよあいつ。なんだよ、ペロさせろや、もっと魔法攻撃力も上げとくか、これついでに。クリティカル、クリティカル率なんてどうでもいいんだよ。どうせさ 100% いかない限りはさ、ほぼ恩恵受けれないから。1ペロ欲張ったよね。こいつもしかしてエクスプロージョン来た、うっ、来た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 、その主人公ながみさんに似てる、骨格。ふざけんなよなんだよ、パピコこれ強いよ、エクスプロージョン、エクスプロージョン、うえうえ、こいつマジで強いよこいつ。来た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 、よし、どうしよう。じゃあこいつ軸でいくか。だけどこいつ遠距離攻撃できないんだよな。もっと新しいスカル取った方がいいのかな。いや、宝箱でいくか。こいつ軸でいくか。エクスプロージョンいいわいいわ、こいつ強いわ。貯めとく貯めとく貯めとく、貯めて、落下ししたらおもろいのにと思いながら見てましたしないわ今のはね、爆弾ガッターが強かったんだけどね。いやー、いいわ、うん、はい、ベイ、はい、エクスプロージョン、よし、オッケー、一旦離れる、一旦離れる、ちょっと一旦気を貯める、気を貯めて吐く、エクスプロージョン、エクスプロージョン、あ、もう2回で終わり？嘘でしょ、2回で終わりなの？ちょっと3回ぐらい打てたイメージあるけどな。ちょっと貯めとくか、満タンまで貯めてなかったのかな俺。そうかもしれん、当たるの、よし、 OK、 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 あれ、こいつ弱いかもしれんな、こいつ弱いかもしれんな、うん、あ、雷が落ちるか。ちょっと今新しいやつちょっと呼び寄せよう、賭けに出るか、エクスプロージョン、 OK、 はい、食らっちゃった、間違って、
ッコウ持てないの？マッコウないんですよ。うん。だけどね、マッコウみたいなキャラいるよ。ランサーでさ、槍持ってさ、突進するやついるんだけどさ、なんかみんなも言ってたね、マッコウみたいなキャラいないのって。ちょっと待って、エクスプロージョン、エクスプロージョン。え、痛い、食らった、食らった、結構食らった、痛いこれ。俺終わりかもしれんな、こいつ。こいつに頼っちゃダメなような気がしてきた。サタンさん、長見さんの長所が。なんだよ、俺の長所もっといっぱいあるわ。どっちかって俺クイック扱いだからね。オッケー、ナイスナイス。これさ、殴ってた方がよくない？あ、やばい、なんか、え、あいつ切り吐くの。これ殴ってた方がいいんだけど。殴ってた方がいいんだったらさ、こいつである意味ないよね。エンジェルさん、3時間半やってどうですか？エンジェル、おい、起きてた？風花楽しんでるよ。風花が思うより俺は楽しんでるからね、このゲーム。舐めないでほしいよ、風花。俺は楽しんでるから。風花もやりなよ、本当に。おすすめだから、このゲーム。さあ、どんな仲間が来る？来い。頼むよ。これ何？スケルトン爆弾兵。5秒後に爆発してダメージ与えた。なんだこれ。どちらかというと、クイクワ使い納得しました。笑。そうだよね。これクイクワ使いだもんね。これ爆弾持ってんだけど通常攻撃ができない。嘘でしょこいつ。アカネダヨさん、うん、5秒長いな。ネムさんさん、エンジェル様の声で金稼げるんじゃない、というデスそうな話がありました。密告、アカネダヨさん、スタンディさん。これこいつさ、攻撃も何もできないんだけど。 LT LT 何これ。ほら勝手にチェンジするんだけど。おとんでもないクズなんだけど、あれマジで役に立たないボム兵。うん、サタンさん、うん、長見さんにこの可愛いキャラクターに似てるねってさっき伝えたよ。エンジェル、サタンさん、こんちは、骨格か。なんだよ、何のくだりだよ。パピコ、あ、爆弾投げてる。ほら爆弾投げてる。あ、この爆弾がめちゃめちゃ威力あんのかな。ちょっとこれ期待したい、期待したい。エンジェルさん、うん、私は牧場物語を買って牛に長見とつけて強制労働させる予定です。頼む風花、俺に優しくしてくれ、頼む。サタンさん、わらわら170ぐらい。エンジェルさん、うん、骨格わらわら。だよ。いやいやしょうがないね。これあんまり役に立たなそうだね。変えるか、チェンジするか。長見、うい、拾って、でこのボム兵はちょっとこれ変えるか。しょうがないね、まああれはしょうがない。うん、行くわ。よしよし、はい、パン。でこいつスーパーアーマーついてるからさ、ほらこうやって強っ。てかこいつである意味ないんだよね。はい、ふい、ふい。やっぱな、やっぱこういうゲームはさ、本当にまったりやるのが一番よな。ランダムに雷落ちるのが異常に強いんだけど、これ骨格みんな同じでしょ。骨格似てるって言っても多分そうだよね、みんな同じでしょ骨格。やばいやばい、切り吐かれた、危ない。エンジェルさん、うん、メグ様密告ありがとう。やばいやばい、危ない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 。あー、こいつがいる。おい、雷強いね、雷強いね。いいじゃん、別に俺風花のこと、サタンさん、いいこと。長見さんは後頭部がとんがってる。あ、合敗ね。とんがってねえわ。俺頭の形すごい。あ、だけどどっちかっていうと、なんだろう。タッペ？タッペってなんて言えばいいの？絶壁？絶壁かな。どっちかっていうと絶壁ですね。やばい。危ない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 。よしよし。よしよし、オッケーオッケー。オッケーオッケー。ナイトボットさんが何かを言っています。こっちあんのかな、ここでいいのかな。うん、よし、どこ行こう。宝箱か、これ宝箱でしょ。これ普通のステージ、宝箱は絶対アイテムがもらえるのかな。普通のステージの方がいいような気がするけどな。普通のステージ行くか。アカネダヨさん、マガミさんの上部が絶壁と、うん、はい、絶壁。弟はね、かなりの絶壁、一番下の弟。よし、ナイスナイス、オッケー。やば、ミスった、危ない。よし、オッケー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 。
雷強いな。はい、ドーン。よしよし、 HP も回復して、でどこどこ、こんなにいいんだ。まあ何匹いてもさ関係ないんだよね。長見さんの人生も絶対なんでもないだよ。そんなことないわ、俺ハッピーエンドだわ、絶対いい人生にするからな。みんな分かってないと思うけど絶対幸せに生きるからな、うん、来年ぐらい俺幸せになってると思うよ本当に。受けるダメージ 15%25、 敵ダッシュで攻撃を与えるダメージが 80%、 いらないでしょ。もうエンドなの？ん？まだエンドじゃない、うん、ほら定例来た。サタンさん、お子様も生まれるしね。お子様も生まれる？誰？え、あの人の妊娠してるの知ってたの？エンジェルさん、おめでたい。俺のお子様はいないよ。これ精霊欲しいな。魔法ダメージ、これシェードに変わるのが見たいんだよな、どうしても。いや、かわけよ。赤目だよさん、うん、長見さん何ヶ月ですか。サタンさん、なんだよ、長見ベイビーおめでとう、バーティー100。なんだよ、なんで俺に子供がいる風になってんの。俺に子供いないよ。まあ、口滑らしたけど、とある女性配信者がさ、妊娠しましたって言ってて、あんまり大ピラに行ってないんだよね。そうそう。どうしよう。25増えるやつ、これの方がいいかな。こっちにする？受けるダメージ15減る。これ25増えた方がいいよね、HP。いや、そんなことないのかな。これなんだっけ、豪華。これ強そうな感じすんだよな。取るか。来た、取れた。何人目だっけ？25とか？なんだよ、25って。これにはエンティティー。あ、貯めとくのもあったな。これ強そうじゃない？ほら、ほら、ほら、ほら。25とか最低。やば、これボス武器じゃない今の。見た。なんだよ、25とか。なんだよ。うん、エンジェルさん、うん、長見さんって子供のうって感じする。風花ありがとう、先輩に呼ぶなよ。ほんと風花ありがとう。先輩、今の先輩だったね。ここのさ、骸骨に吹いてみるか。完全ボス倒せそうだったんじゃない。よしよし、ちょっと待ってるよお前ら、パイセン呼ぶからな。今から逃げんじゃねえぞ、ほらパイセン呼ぶからな。パイセン、うちのパイセンすごいんだぞマジで。ほんじゃ逃げんじゃねえぞお前ら。あ、これ魔法ダメージなのかな、物理ダメージを与えるって。これ物理ダメージだってよ今の。よしか、やばいよ。赤目だよさん、クールタイムなった。サタンさん、長見さん、子供の動きが理解できない自分にナーバスになってそう。エンジェルさん、でも会話が噛み合わないことが多いからちょっとな。風花気にしてるからやめなって。ダメージ低い、あ、思ったよりダメージ低い。パイセンダメージ低いけど期待はできそう。物理ダメージ上げるやつやるか。風花俺気にしてるからやめなって。でも風花優しいから許してくれるでしょ。パピコとかすごいキレキレになりそうな気がするからね。よしよし、はい、いった。な、魔法使いになってる、いつの間にか。いった、ちょっと待って、キャラチェンしたい。ミスった、いろいろと。ちょっと待て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 、一旦エネルギー貯めとこう。よし、オッケーオッケー、はい、エクスプロージョン、エクスプロージョン、待って、貯めとこう。これ貯め放題だからねこいつ。たまにブチ切れてるよパピコ、パリピパピコ、ブチ切れだからな。オッケーオッケーオッケー、こいつちょろいな。はい、オッケーオッケー、はいはい、離れてここで貯めて貯めて貯めて、今のダッシュの余計最高だった。エンジェルさん、うん、それがいいんです。パピコパリピ。それがいい。なんだよ。あ、それがいいんです。何、どっち？危ね。で、今でエクスプロージョン、エクスプロージョン。オッケーオッケー。やっぱ風花は優しいからな。俺は風花のすべてを信じてるから。ちょっと待って。待って。これ来るか。なんか怪しいのやってるぞ。こいつ何やってんの。さよならとか言ってあいつ全然何もしねえじゃん。ちょっとパイセン呼んでいいか、そろそろパイセン呼んでいいか。エンジェルさん、パピネの味方やぞ、パピコパリピ。やめろやめろ、パピコの味方してもいいことないよ。
エクスプロージョン。ミスター。ちなみに、タツコとエンジェルの会話のやりとりの8割がゴーヤーの面白シーンについてです。いいじゃん。あ、いった、食らった。サタンさん。うん。え？なに？なになに？ボーヤの面白いシーンについて語ってんでしょ。いいことじゃん。待て、あ、これだ。危ない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 。ちょ、待て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 。ちょ、ボーヤは面白いじゃん。待て、これ長いぞこいつ戦闘が。はい、あ、食らった。オッケーオッケーオッケー。教えてくれるから嬉しい。パピトーカリピ。あ、死んじゃった。サタンさん、パコの味方についても良いことないぞ。ボーヤロ色々教えてくれるの。フーカ、パピコと繋がるのはやめなって。フーカ、フーカやめなって。パピコと繋がるのはやめなって。よくないから。フーカ、フーカ、よくないから。このウェアウェルフあんまりいらないんだよな俺。破壊するか。だけどもうあれさ、あの忍者強いんだけど、あいつ以上に勝てる気しないんだけどな。どうしようかな。やっぱさ、これ最初のさ当たり引かないと無理だわ。宝箱、宝箱ってなんだろうな。通常行った方がいいような気がするけどな。通常行くか。言われそうだわね。大丈夫大丈夫、うん、あんまりこういうことしたくなかったけど、うん、やばい、食らう、ダメージ食らう、ダメージ食らう。何何したくなかったけど、また変なことすんでしょどうせ。よし、オッケー。サタンさん、うん、権力見せつけますばし。あ、待って、あはー、あれね、大丈夫よ、俺全然そういうの気にしないから。ここ当たらないよね、オッケー。よし、よしよし、オッケー。オッケー。で、ここでこう、オッケー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 。完璧よ。サタンさん、うん、日本で400人しか持ってないです。日本で400人しか持ってないの？すごいじゃん。弁護士より少ないじゃん。それぐらい認識だからね。エンジェルさん、うん、すご。そうなったんだ。すごいね。400人で聞くとなんかすごい、すごく感じるね。ここ通れたよ、そういえば忘れてた。